どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回もトレバーで車集めやっていきたいと思います。今回はロスサントスの中で超激レアな日本車を集めていきたいと思います。なんとね、今回集める車両はロスサントスに1台ずつしかない超レアな車みたいですね。それを集めてきたら、じゃじゃーん、シミオンからお小遣いをもらえてしまうよし、ということで早速車集めやっていきましょう。今回のテイク車はこちらです。オープン、じゃーじゃーんすげー、これはマッドマックスの車を集めた時に取ってきた車両ですね。すごいよね、これ両端からめちゃくちゃ炎が出てるっていうね、謎の車。うわー、熱そう乗る時も熱いし降りる時も熱いっていう、すげー車です。うわー、大丈夫これ。よし、じゃあ車取ってきます。じゃあ出発だ、行くぜうおー、やべえすごすぎる。そしてこの車、炎を止める方法がないです。なのでもう常に炎が出た状態なんでねまあこんな感じで他の車を焼きながら運転することになります。よし、みんなの車焼いちゃうぞ、ここも焼いちゃうぞあー、みんなかわいそうどんどん焼けてる、すげえ怖すぎるこの車。消防車が来たぞ。そして夜に見るとこんな感じ、めちゃくちゃ綺麗。なんだこれ、すげえ綺麗だな、やーべえ、めっちゃ明るくて綺麗だ、すごすぎるかっこいい。さあそして車はどこにあるんだっけ。もうすでにね、シミオンがね、どこに車があるかっていうのは見つけてくれてるんで、おお、すごいなもうすげえ大変なことになるよねこれ、街中が山火事にうわー、なんか爆発したなんかに引火して爆発したわ、すごすぎる。そしてこっちの左に曲がります。街中に行くぜー、うおー、すげー、いけーうおーすごい車だ、迷惑すぎる車だこれは。うわー、つー、すげー画面が炎だらけになってしまう。よし、この先にね、車があるみたいなんだよね。おーし、この真ん中に置いてみようかな。よし、行こうすごすぎるこの車。よし、まあこれはここに置いとこう。で、そして見つけたぞ、一つ目の車発見、このオレンジの車だ、すげー、ロスサントスで見たの初めてだこれは。なんてことだ、めちゃくちゃかっこいい、すげえ、街中でよく走ってるやつだ、やったー、これだ、シミオンが言ってたやつはこれだね。すげえ爆発してるねめちゃくちゃ爆発しまくってるわー、すげえうわー、やべえ、なんかどんどん爆発してるんだけど、なんだこれ消防車まで爆発に巻き込まれたっていうね。よし、じゃあこれもらっちゃいます、出発します。エンジンつけれるかな、お、エンジンつけれたぞ、行くぜー。そしてライトもつけてみよう、おお、かっこいい、ウインカーもつけることができるぞ、すげえ、いいね。あ、消防車が来た、さあ消防車に消火活動やってもらおう。さて出発します。タイヤかっこいいねこれ、いいね、すごいかっこいい。車内はこんな感じだ、おお、メーターとかもちゃんと動いてる、うわー、すげー、大爆発中だめちゃくちゃ爆発してる、うわー、炎が強すぎて消火活動できなさそうだねすげーなこれ。よし、じゃあお家に帰りたいと思います。おっと、危ない行くぜー、ちょっとその前家に帰ろうかと思ったけど、その前にこれ改造できるか確かめてからやってみよう。さあこっち側だ、さてどんな改造をしてくれるんだろうね、それとも改造できないのか。すいません、この車改造してください。普通に SUV って書いてるだけなんだね。おお、かっこいい、ということでまず修理してみようか。修理、そしてアーマーとかつけれるんで、これアーマーつけよう、これ防弾仕様の方がかっこいいね、より。そしてバンパーなんですけど、お、すげえ、なんか変えれるここ。おお、いいね。おお、かっこいい、これ。これかっこいいぞ。これにしよう。で、リアバンパーはどんな感じ？おお、ここも変えれるね。
すげえ。これ黒黒の方がいいよね。黒黒にしたいと思います。おお、すげえ、マフラー変えれる。なんだこれなんだと。これが標準マフラーで、なんかいろいろマフラーあるぞこれ。え、なんだこれめちゃくちゃかっこいい。すげえこれシャコタンマフラーとかある。これやってみようで、屋根もこんな感じで。おお、すげえ。じゃあこのライトつけた方がいいね。サイドステップもつけることができるので、サイドステップつけてみよう。スポイラー、なんかこんなのつけれる。なんだこれ嘘でしょ。完了。すげえ、カスタマイズしたらめちゃくちゃ良くなったぞさて、シミオンが気に入るかどうかはわからないけど、トレバー仕様にちょっとね、魔改造してみましたイエーイ、いいね、マフラーがいいねこれこんなの見たことないわ、すごすぎ。やーべえ、なんじゃこれ、かっこいいめちゃくちゃかっこいいぞこれ。いけエンジンとか魔改造したからめっちゃ速くなってるね。おお、すげえ、これはめっちゃいい、最高じゃないかこれすげえ、いかつすぎる。完全防弾仕様にしたからね、警察に追いかけられても大丈夫だと思ったら、ちょうど警察が来てる。わー、ぶつかっちゃったすげえ、ぶつかっても全然ダメージ食らわないぞこれ。あー、打ち合いになってるね、すげえ防弾仕様だからこんなことになっても安心っていうね。おーい、シミオン、すごい車手に入れたよ。これだよね、シミオンが言ってたやつは。すごすぎるよこれは。ちょっと見てほしい魔改造しちゃったけどね。おお、喜んでる喜んでるすごすぎるこれはマジで。うん、どうやらね、気に入ってくれたみたいだね。よし、じゃあ二つ目の車両を見つけに行きますか。二つ目の車両はこっち側のね、ギャング地帯の方にあるみたいなんだよね。そこまでレッツゴー、行くぜー。めちゃくちゃスピード出るこれ、速えー。うおーおーあ、ここじゃない、反対だ、こっち側だぞ。ギャング地帯なんでね、この車は使えるんじゃない。ギャングに襲われても大丈夫だこれで、行くぜすげえ、めちゃくちゃ燃費の悪い車だねこれは。ちょっと待って待って、踏切閉まりそう、急げ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 危なかった。よーし、着いたぞ。ここら辺にあるみたいなんだよね。よし、降りますか。すげえ。どうやらね、このお家にあるみたいで、ちょっと探しに行きますか。よし、この裏にあるのかな、行ってみよう。さあ、取れた。あったー、これかー、すげえめちゃくちゃ珍しい、やったー、これに間違いない。よし、鍵かかってるね、破壊しますか。よーし、いいぞ、開けれたー。よーし、いいぞ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 。おー、エンジンつけれたー、すげー。この扉をね、破壊していかないといけません。よーし、行くぜー、ドーンすげー、かっこいい。よし、これも魔改造できるかどうかね、やってみよう。やべー火がついちゃった、まずい、すげー。ちょっと待って待って待って、まずいぞこれまずい、爆発してしまうこのままだと。あー、まずい、早く水の中に入れないと。待って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 、危ねえ爆発しなくてよかった。でもめちゃくちゃ壊れちゃったね、タイヤが壊れちゃった。やべえ、なんかぶつかってきた誰か。いやー、もう少しだけ頑張ってくれこの車君ならいけるはずだ。おお、やべえめちゃくちゃぶつけられてるけどね、すげえ、追いかけられてる、めっちゃパトカーが来てるぞ。あー、危ない危ない危ないすげえ、なんとか生き残ってる。もう少しで魔改造屋さんだ。うおー、めちゃ撃たれるなこれ、やべえなこれ。惜しいぞ、魔改造屋さんへ逃げ込め、急げ。あー、しいぞ、魔改造屋さんへ逃げ込みます。あー、危ない、ギリギリだ、後ろからパトカーついてたもうここまで逃げ込んだら大丈夫。うー、助かった、ありがとう。修理費用めちゃくちゃ高いな、なんか。でも、修理して、アーマーもね、100% にしてみよう。残念ながらね、この車は外見のね、アップグレードはね、できないですね。まあ、エンジンはアップグレードしといた。
よし、いいぞ。早速シミオに見せに行こう。うおー、すげえ、やば。エンジンのアップグレードしためっちゃ速くなってる。あいや、これ加速がえげつない。いくぜー、めちゃくちゃスピード出るようになってる。あいや、すんげえ速いぞこれ。やば、めちゃくちゃ速い。なんだこの車、すげえスピードアップしてる。速すぎるこれ。え、もしかしたら200、これもしかしたら200キロ行くんじゃないっていうレベルで速いんだけど。チミオン、すごい日本車見つけたよこれ。ちっちゃいけどめちゃくちゃ高機能。やっべ。すげえ、到着だー。おい、シミオンも喜んでる。なんとロスサントスには1台しかないですからな、これは。よし、じゃあ3つ目の車両を見つけに行きたいと思います。そして3つ目の車両は立体駐車場の中にあるらしいんだけど、さあ探しに行きますか。うー、あ、この近くだね。もう少しで着くぞ。さて今回トレバーが燃やした車の数アンパじゃないと、多分100台ぐらい燃やしてるんじゃない。あー、どっかで爆発したね。あった、多分この上だね。突入。おお、すげえ、立体駐車場の中まで行けたぞこれ。ちょっと見えづらい、一人称視点にしても見づらいけどね。あ、こっから上に行きそうだね。よし、じゃあ上に行ってみよう。これは多分てっぺんにあるんじゃない。こんな感じです。なんとかギリギリこの立体駐車場の中に入れてる。うう、やーべえ。よし、2階部分に来たぞ。お、屋上だ、もう少しで。さあここだ、屋上着いた、イエーイ。どこにあるのかな。あ、ちょっと待って、危な、落ちそうになった。おーし、いいぞいいぞいいぞ。あった、発見した、これだね、見つけたぞ。おお、これだこれだ、間違いない。なんてことだ、なんとこの車です。ロスサントスに1台しかないぞこれも。よーし、じゃあ早速もらっちゃいましょう。開かないね、割っちゃいます。おー、すげー、かっこいい。デイライトがついてるね。めちゃくちゃ静かなんだけど、なんだこれは。え、電気自動車かこれは。え、これ電気自動車、すごい静かだぞ。おー、危ない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 。さあちょっとね、一回下に降りてみます。うわー、めっちゃ爆発してるね。なんかめちゃくちゃかっこいいディスプレイが、ディスプレイでかいねこれ。さあそしてどっから出れるんだ。あった、こっから出れるね。よーし、出ちゃいましょう。行きまーす。おお、なんかエンジン音が聞こえてきた。おお、すげえ。これはなんだ一体。最初はなんかモーターで動いてて、途中からエンジンに切れ替わるね。すげえ、そういうところまで再現されてるのこれ。こんな感じで低速の時はね、全くエンジン音がしないぞ。モーターで動いてる。そしてスピードを上げていくとね、エンジン音が聞こえるっていうね。なんだこれ、すごすぎる。すげえ、この車めっちゃ未来の車だ。おお、やったー。まあ、色はね、この赤色がね、めちゃくちゃいいよね。これもエンジンのアップグレードしかできなかったね、残念ながら。まあでもこれでもいいでしょう。エンジンだけアップグレードしたんで。よし、シミオに見せに行きますか。トレバーが乗る車じゃないよね、これ。どう考えても。すごいな。おーい、シミオ、なんかすげえ車見つけたよ。ファミリーカーみたいなやつだ。トレバー家族を作ってみたっていう時にね、使えそうだね。シミオ、着いたよ。すげえ、イエーイ、到着。これも1台しかないからね。おーし、お、めちゃくちゃ喜んでるシミオンも。ということで、皆さんの好きな車はどれでしょうか。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。